第12届世界梦译文字书法大赛，2020年令和二年得奖作品。第12回世界夢一文字コンテスト入選作品。第12届世界梦译文字书法大赛。台湾共有11所学校，日本共59所机关团体参加，加上台日个人报名者，合计共3350件的参赛件数。主办单位国东半岛爱创生联盟将来自各地所有的参赛作品整理完毕后，会先送到梁子寺祈福，诚心祈祷参赛者用心写下的愿望都能梦想成真。祈愿完成后，再进行审查作业。而位于国东半岛的梁子寺，双子寺，相传是718年人文菩萨所建，距今已有1300多年历史，是个庄严神圣的顶级祈愿所，也是著名的赏枫景点。台�湾共有3所学校得团体奖，分别为承德国小、淡水国小以及淡江大学。个人奖则分为特别奖、金赏、银赏、铜赏以及入选作品。台湾获得特别奖的参赛者共有13名，金赏13名，银赏14名，铜赏23名，入选作品24名。特别赏金银铜赏会有奖状奖品，入选作品没有奖状奖品，但有得奖的作品都会在日本和台湾展示。台湾得奖作品。台湾入選作品。福、幸、情、貧、豊、和、静か、木、春、守り、守る、和。日本得奖作品。日本入選作品。知る。今後台湾の方と交流をするので、台湾について知りたいと思い、知ると書きました。知。今後因为将和台湾的人们交流，我想更知道台湾，所以写了知这个字。現。今年も大きな怪我をしないで元気に過ごしたいと思ったので、元にしました。元、因为我希望今年可以没受什么伤，并元气满满的度过，所以我选了元这个字。小、港小学校の先生や児童はいつもみんな笑顔です。なので、みんながもっと笑顔になるように小と書きました。笑，凑小学的老师及学生们脸上总是挂着微笑，我希望大家能够一直都笑嘻嘻的，所以写了笑这个字。
喜び、みんなに喜んでもらえるように上手に字を書きたいからこの字にしました。喜，我想写出好看的字，让大家感到喜悦，所以写了这个字。え、私は絵画教室に通っています。もっともっと上手に絵を描きたいので、絵の字にしました。会，我正在学绘画，因为想要画得更好，所以写了会这个字。ため。私は人のためになることをして、仲間も自分も輝かせられるような人になりたいです。为，我想成为能为人着想，以及能够照亮自己与朋友的人。せん、部活や勉強に専念していい結果を出せるように頑張りたいと思ったので、せんにしました。专。我想专心于社团和读书，并取得好成绩，所以选了“专”这个字。頑。今年は最上級生、受験生になるので、何事にも諦めずに頑張りたいから“頑”という字にしました。完。今年已经是高年级生，要成为考生了。我想对任何事情都不轻易放弃。好好努力。輝く。今年の春から大学生になります。どんな時でも自分の夢、目標を忘れずに前に突き進む意志を持ち続け、輝ける自分になりたいと思い、輝くを書きました。灰。我想成为不管何时都能不忘记目标往前进，闪耀着光辉的自己。所以写下了灰。飛ぶ。新しい世界へ飛び出し、そこで自分らしくいたいと思います。飛。我想飞向新的世界、并在那里活出自我。但是，因为受到新冠肺炎影响，日本政府宣布自2020年3月2日起，公立中小学停课约三周。紧接着就是日本学校放春假。由于学生应避免不要不急的外出活动，以及各地方政府的会议室、公民馆。体育设施等等停止外界举办活动，所以原定3月29日于国东市举办的颁奖典礼不得不取消。而原定于2020年9月5日到9月22日在新北市淡水图书馆艺文中心展示入选作品，以及大分县国东市的文艺展览，也因防疫入境限制取消办理。但相信等情况好转后一定有机会来台展示，今年也让我们一起将自己的梦想或是目标化为一个汉字，书写在明信片上吧。第13回世界夢一文字コンテスト参加者募集中、皆さんご応募ください。待ってます。